このパナハッチェルで有名なクロスロードカフェにやってまいりました。まあ、多くのブロガーが、このクロスロードカフェについて、発信してますけれども、はい、私もそれを見てきました。もうこのお店に来てコーヒーを飲むこと、あのコミュニケーションをね取ったりとか店主と、まあ、それを目的にこのパナハッチェルに来る人もいるぐらい名物のお店です。パナハッチェルといえばこのクロスロードカフェですね。まあ、特に豆にもこだわり抜いているという、そういうカフェですけれども、早速ね入ってみましょうか。まあ、私はあのスペイン語が全然喋れないんで、あの密な交流というのはできないと思うんですけども、美味しいコーヒーをいただきたいと思います。さあ、このハウスコーヒーは上上テナンゴの豆を使っているそうです。いただきます。あ、すごい上品、初めて味わう味、全然違うねすごいね。もう口に入った瞬間の香りがすごいですね。味わったことないコーヒー。Welcome to Crossroads Cafe. Oh, thank you so much. Oh my god. Oh my gosh. これいただいちゃいましたね。なんかあれですけど、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。このチーズケーキもね、名物のケーキなんで、ハンドメイドのオリジナルチーズケーキです。甘さがどぎつくなくてさっぱりしてて美味しいですね。Your coffee is fresh every day. We roast the coffee every day for you. ハウスコーヒーもう入れてポットに入れてあるやつなんですけど、まあすごい安いんですよね。これで10ケツアールなんですけど、もう最高級の豆で入れてくださっている。で、毎日フレッシュなコーヒーをね提供してくれるということで、これはねもうね口に入った瞬間の香りから違う、もう何度も言いますけどね、これはちょっと軽い感動ですね。素晴らしい。おそらくエスプレッソをね直接入れさせてくれるっていう、まあ、体験させてくださるということで、すごいことです。捨ててね。綺麗に拭き取ります。
初めてです。エスプレッソが私は世界一と言ってましたけど、イタリアでも感じられないこの香りと味。これはね、このエスプレッソ、これね、お世辞抜きで私が今まで飲んだエスプレッソの中で一番美味しいですね。それ間違いないです。It's a blend of three coffee. Mixing. これ3つのコーヒー豆をブレンドして作ったオリジナルのエスプレッソです。その中でもアメージンググレースという種類の豆、まあ、これがね最高だと言ってますね。これはすごい、香りがね上品。これ幸せな気分になりますね、幸せを感じる味。This machine is with electricidad, electricidad and gas. Okay, and our coffee is class one. Okay, specialty grade. Yeah, not class two, not class three. This is for coffee instant. Class four and class five is for instant coffee. Okay. Coffee and Tea International, they do a list of coffee shop in the world, and we are in the top 10. Top 10? Yeah, on the world.
たらほらめな返事するよ、なっけいな。お客さんがね、いるにもかかわらずシークレットルームも見せてくださって、豆もね直接香りを嗅がせてくれましたね。本当にありがとうございます。あのね、結構お客さんいたんであまり正直期待してなかったんですよ。美味しいコーヒー飲んでちょっとねお話できたらいいかなと思ってたんですけど、直接コーヒーを入れさせてくださって、正直ねハウスコーヒーだけじゃなくてエスプレッソダブルを飲んでほしいですね。本当ねエスプレッソはちょっと衝撃を受けましたね、良質なコーヒー豆をしっかりと味わうという意味では、まあ、私個人的にはエスプレッソをおすすめします。いやもうね幸せホルモン出ましたよ。なんかねほっこり幸せな気分になりました。今日の一言、コーヒーは人を幸せにすると、クロスロードカフェで体験いたしました。ムチョグラシアス。ここの上質な一級の豆を買って帰りたいと思います。特にお勧めしてくれたアメージンググレース、もう名前もいいですね。これを、買います。いやね家で飲むのも楽しみですねこれはね、